しゃべくり松代始まるよ。ありがとう。こんばんは。9月1日午後4時になりました。今週じゃないや、先週ですね。そうですね、もう最初から噛んでますね。200回やりまして、今日は201回ですね。200回台の1回目ということで、今日の松代なんですけど、天気予報はまあ22度か23度でしたかね。予想通りの気候だったと思うんですけど、まあ、今日ね、新聞ちょっとね、今日早めに書いたんで、夕刊じっくり見たんですけどね、夕刊いろいろ出てましたね。今日はね、9月1日ということで防災の日でですね、全国的にいろいろ防災訓練やったりですね、まあ、長野県でも県庁でね、防災訓練やったようで、でまた同じ新聞にですね、今日ね、先日はあの県知事2期目入りましたですね、安倍知事のなんかこの初登庁ということでね、今日は県庁もだいぶ忙しかったんじゃないかと思いますね。それからですね、須坂でですね、こう、県内では4カ所目ですかね、環状交差点がね、今日から、なんか開、なんか開いたというかね、開校したというかですね、開通ですか、したというような記事がありましたですね。というようなことで、この松代テレビ、いつも通り生放送でお送りしております。ということで今日ですね、ゲストなんですけども、関山川柳検証会会長で、またですね、日本棋院松代支部の会長さんでいらっしゃいます庄村博さんにおいでいただきました。よろしくお願いします。お忙しいところありがとうございます。はい、関山川柳の、ね、検証会の会長さんということなんですけども、その庄村さんはどうしてこう囲碁を始められたの。はい、そうですね、まあ、若い頃は、職場の先輩に、いやちょっと下村君碁を教えてやるからちょっと来いなんつってね、最初は無理やり相手をさせられました。まあ何回かやってるうちにおへその囲碁どんなもんかっていうようなことは知っていたんですけど、まあ本気で勉強する気がなかったもんで、本気で碁をやろうかなと思ったのは退職してからですね。あ、はい、じゃあ20年ぐらい。そうですね、はい、他にその大したその趣味っていうか、いやいやいや、ゲームもないもんでね。いや年下らなんか先生されて、歴史もなんかだいぶねお好きだったんですけど、歴史とは関係なかったんですか。いやそれは最初は関係ないと思ってさ、結局うまく結びついたんですね。なるほど、はい、まあ碁はカルチャーセンターに習いに行ってたんですが、たまたまそのテレビで、関山川柳って、まあ、こういう名前なんです、珍しい名前なんですけど ね、のというご家が、まあ、江戸時代の後期にいて、それが松代藩士、まあ、侍ですよね、だということがテレビにちらっと出ましてね、びっくりして、そんなのは私聞いたこともないですよ、中田に。じゃあ それまではご存知なかったんですか。知らなかったんですよ。そうなんですか。それでなんか真っ白調子とか真っ白のこと書いたものをいろいろ見ると、結構知ってる人は知ってたんですね、知らない、そのまあ私だけじゃなくて一般の人にこう聞いてみても知ってる人が少なくてね、これはちょっと調べてみる価値あるななんて思ったのが、まあ今の歴史との結びつきですね。そうなんですか、はい、でこの関山川柳さんって方はどのような方なんですか。関山川柳っていうのは江戸後期の方でね、松代藩の百石取りの、まあ、武士の家に生まれましてね、お父さんが、まあ、小売奉行とか目付役なんかやった、おじいちゃんは槍のお師匠さんからね、指南番なんかやった、まあ、そんなお家に生まれたんですよね。こちらの方もなんかあれですか、お持ちいただいたのか、はい、こちらの方になんかあるんですか。はい、それで、まあ、調べていきましたら、いろんなもの出てきましてね、今お屋敷も残ってるんですが、それからこの方はいろんな自分でも本を書いたりね、してこれは遺品
の愛蔵の遺品の一つなんですが、これはあの碁の本なんですが、ね、あのここに、ご自分のその記録が載ったりしてますので、これね、これご本人の遺品っていうとご本人のなんですね、まあ、愛蔵所持品ですよね、うん、素晴らしいものを、あ、ちょっとじゃあ、はい、ここに仙台と名前も出てきますがね、これはそのこの方が、梅田屋さんで当時も破綻号だったんですがね、そこへその当時、日本でも江戸の若手の碁打ちで一番強いと言われていた本因坊秀作という人を真っ白に招き、はい、お招きしてね、でここでまあ1日1番ずつ20日間20番20局打ったんですよね。その時の寄付が、これはあの打ったのは嘉永4年、まあ1851年なんですが、その4年後にこれが江戸のまあ本屋さんから出版されたんですね、碁の本としてね。その中に収録されて載ってるんですね、4番ほど載ってるんですがね。だから中央でもまあ、秀作はまあもうとにかく江戸でも一番の若手で有名だったんですが、その人とまあ対等に打ったもんですから、その寄付がこういうふうに本に載って出版された本になるほど素晴らしいことだったんですね。そうなんですか。これで当時のなんか、あ、これ本もあるんですね、さっきその中にも書かれてるんですね、はい、中田慶三さんって、まあ、囲碁史の、囲碁の歴史の研究をやってる方ですけども、本に書かれました。ちょうど私どもの会が発足する頃に、出版されましてね、ちょうどまあ私どもの会のその出版の、出版じゃなくて、この会を、作った時の、皆さんお客さんをお呼びした時のね、引き出物として皆さんにこれあの差し上げたんですよね。そのまあその時にまあ言ったのが、あ、そうですね、これが番付表、あ、じゃあこれはあといいですね、番付表はじゃあ先ほどお話しするんですね。関山仙台部の当時まあどのくらい強かったかっていうと、それがこれですね、番付表ですね、これね、これもそうですね、まあ、あの大きな番、相撲 の番付表のような、こういう番付表なんですけれども、その中の、これも番付表ですね、一部分を拡大してね、こちらにあるんですね、それで、これですね、書いてあるところが誠にその奇妙なのですけれども、この方は実力は5段と言われたんですが、正式のお免状は初段しかないんですよね。で、まあ、6段から4段の間に入ってるから5段ってことですね。そうですね、ここにね、まあ、あの 6段と4段の間から5段ってことですね。お師匠さんの本因坊女王っていう方だから名人ですから、7段の方とやって、まあ、2目置いてやって勝ったんですよね、なるほど。そこでお師匠さんに7段に、今こいて勝ったということは5段の力があるということではないですかと、だったら5段の 免除をいただけませんかと言ったところが、まあいろいろ調べてみたところがどうも前例がないということでね、まあ、そうなんですか、昔も今も同じようなあれですけれども、前例がないからダメだと、まあ、まず3段をどうだったんですけれども、いや三段なら結構ですと言って、まあ、なるほど、何だらいらねえと、なんか裏話ではやっぱりこのこういうその段をもらうとね、そのお祝いをやって、そうするとね、娘を嫁に出すくらいのお金がかかっちゃうんですって。いいんですね。そんなことでね、そんな2回も3回もそんなことできないということで、
それで、まあ、そんな裏話もあります。立派な方なんですけども、 それでこの杉山線でいう検証会を下田さん作られたんですね。はい、はい、でこれが当日の記念式典、関山線での検証会、まあ、ああここでいいですかな、曲がってるか、いいですかな、はい、おこれが埋め田屋 で、ええ、中野市長さんをはじめね、中野市長さん、まあ、国会議員の方も2人見えてるしね、有力者の方においでをいただきまして、盛大に式典を行ったんですけど、ね、それで、あ、それじゃあこれもらえますよ、その上のやつ、番付表で、さっきお話したこの本は、はい、この時に、あ、まあ、引き上げをして、出席された方に、それで、まあ、このその時の記念写真で、あ、同じ時ですね、まあ、白の若手の有力者が今盛んに活躍されている方はたくさんいますよね。ご出席いただいた方の記念写真ですね。あ、なるほどね、はい、あで鷲田市長さん、その時うちの方 の、 その会長が当時は当時は清水先生って言いまして、まあ、小学病院の元院長さんですね。そうですね、その方をが会長なんですが、会長さんとぜひ一曲やりたいねなんつって、まあ、2人で約束したんですよ ね、 ですね。それでね、翌年忙しい中を来て一曲歌った時の写真ですね。なるほどね。それでですね、なんかメディアでもいろいろこう取り上げられて、あ、これ、あ、これがあれですかね、子供さんもやってるんですね。うん、そうですね、私どもの活動としては、ええ、毎週15日に梅亭さんでこの火を建立した、火を建てた記念の御会っていうのを第3日、第3日曜に毎月やってましたしね。それから、毎月1日にね、あ、これ1日ね、子ども少年たちの少年少女のクラブというのでやってたんですね。これもそう、ね、その他にね、あ、松戸小学校からも招かれましてね、はい、今も続いてるんですよ。小学校の授業の中に4年生以上週に1回クラブの時間っていうのがありまして、囲碁クラブ結構ね15人から20人ぐらい毎年やってまして、今年もやってます。やっぱりね、20人くらい集まって結構人気のあるクラブなんですかね。そこへまあ続けて、まあ結局若いうちに覚えないとなかなか強くなれませんのでね。あと、すみません、メディアでもだいぶ紹介されてるみたいで、ちょっとこれ新聞お持ちいただいたんでちょっと見せていただいていいですか。はい、たくさん載ってるんですよね。そうですね、たくさん。これもこれは以前のですか。はい、あれで入ってちょっとダメですね。はい、じゃあ新しいやつで、はいはい、これがそうですね、これ、はい、読売新聞に取り上げていただいたんです、はあ、一番大きくこんなに大きく書いていただいたんですね。はあ、まあ、これは一番大きく書いていただいた新聞ですが、でそちらの本、これはね一番新しい、あ、これが一番新しい、この6月14日の、あ、15日の新聞ですね。14日に梅田さんでその20番号の記念の5回やったんですが、はい、その時の写真、記事ですね。こんなに大きく書いていただきました。なるほどね、はい、わかりました。で、あともう時間もだいぶね、ちょっと進行下手で時間もだいぶ過ぎちゃったんですけども、今週なんか大変な大会があるらしいじゃないですか、はい、それちょっとご案内してもらっていいですか。はい、これですか。はい、
はい、これですね。はい、あー、世間ませんで155回はい、あの関山仙台が安政6年のに78歳で9月6日に亡くなりまして、その9月6日の命日の日に水前供養の囲碁大会っていうのを平成17年から続けてきまして、今週の土曜日にもこの155回、大体この近辺の方をお招きしてるんですが、150回っていうこの節目の時には、ええ、全県から呼びかけましてね、全県から80人ほど集まっていただいて、かなり盛大に、やったんですが、今回まあ155回ということで、やっぱり近隣の方々に集まっていただいて、まあ関山仙台を忍び、またその偉業を忍んで、お祝いをね正面に飾って、そこでまあお参りをして、それからみんなで一日中一人4番やって、その中のまあ成績を優秀な者には、遺族の方から、遺族ってことね、子孫の方からね、贈呈されたカップが、優勝カップと準勝カップ、それを差し上げるということです。まあ、その後お墓参りをするという、なんか彫刻寺にお墓があるそうなんですね。彫刻寺にお墓があります。それで墓前で報告して終了ということなんですか。はい、わかりました。だいぶちょっと進行が下手で、だいぶ時間も過ぎちゃって申し訳なかったです。いやいや、今日本当にお忙しいところありがとうございました。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。はい、ご苦労さまでした。いやいや、どうもありがとうございました。今日はね、ネクタイしてた、暖かいですね。ということで、はい、予告の前にお知らせですね。はい、はい、ね、ミニ座禅大会ということでね、はい、この9月の7日日曜日、9時30分からということで、真っ白城入り口でね、参加いただければなというふうに思います。バイオインさんにも伺うような形になりますね。はい、でバイオインさん行っていただいて、そこでもって座禅大会をという形になります。はい、精神信用ですな。ね、そうです。まあね、日頃忙しいからゆっくりとちょっとこういったのもいいかなっていう形でね、やっていただいて、はい、ね、お願いしたいなと思います。皆さん、ぜひおいでいただいて、はいはい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、はい、来週の予告ですね。はい、三田さん、はい、ご苦労さんでございますな。ありがとうございます。毎週、はい、ね、来週はね、はい、あ、ちょっと聞いてくんない、はい、真っ白幼稚園のね、取り組みっていう形で、キリスト教のね関係の幼稚園なんですね。はい、で真っ白にね、仏教寺院がいっぱいあるのにもかかわらず、キリスト教のこのですかね、幼稚園があるっていうんでね、ちょっと面白いかなという。これ園長先生、木原さんっていう方、ご夫婦でちょっと来ていただくっていう形でね、はい、やりたいなと思います。はい、わ、はいはい、かりました。まあ、そんな形で、ね、いろいろお話聞けますね。はい、はい、よろしくお願いします。それでは来週のしゃべくり真っ白、どうぞお楽しみに。よろしくお願いします。しゃべくり真っ白、また見てね。